はい、皆さんこんばんは、今日は2023年、もう9月となりました、9月1日金曜日です。そして時間は日付が超えまして、0時14分のちょうど日付が超えたところですね。なんとかあれからね、まあ、いろいろやろうと思ってたんですけど、結構ねこのジャニー事件っていうか、まあ、については、今日文藝春秋の方をやるんですけど、これ文藝春秋の電子版ですね。それと昨日発売になった、これは週刊文春、それの文がありまして、で週刊文春の、まあ、本になった分というか電子版で出た分、あと、また追加でですね出た分がありまして、合計3つぐらいあるんですよ。で、まあ、1つにつき2つぐらいちょっとやろうかなと思ったんですけど、ちょっと全部タイトルがちょっとテーマが違うということなので、ちょっと分けました。短くてもですね、3つに分けないとちょっと分からないということですね。でこの文藝春秋の方の電子版においては、これはまた文春とは違いますね。文春でもね、なんか似たようなことはね文春にも書いてるんですよ。まあライターっていうか記事を書いた人がですね、文春に書いた人と文藝春秋書いた人が同じですので、ただちょっとテーマが違うということですね。で一応は途中まで見れるところはですね無料で、それは文藝春秋の電子版というところのリンクは載せております。そんな感じですかね、なんかね調子悪いぞということですか、まあお腹の調子も悪い、なんだろう、ヤクルト買ってくるで、ヤクルト、ちょっとねもう寒気というかね、なんか調子悪いんですね、風邪じゃないんですね。まあそんな感じで、薬だけはちょっと昨日寝る前は飲んだんですけど、一昨日か昨日かで、今日は飲まずに、ただもうなんかだるいって感じがしますんで、やっていきます。まあどうしようと思ったんですよね。またあの木原事件のことについてもですね、文春でも載っておりますし、そちらも上げてもよかったんですけど、まあなるべくこうまんべんなくねちょっとやってみようということもありまして、それとまあ昨日は、まあ文春に合わせた、まあ文春がちょっと遅れる形になったのかな、まあその次からね、どう、まあ、元検事の人が入ってですね、再発防止委員会というのがありまして、昨日それが発表になりましたので、でその再発防止委員会のやつは文春の記事に間に合わなかったんで、ね、即座にまた出しております。ということで、まあ、昨日はですね、まあ、そういうふうにまあ、再発防止委員会で、まあ、はっきり言うと、まあ、その被害はあったと、少年被害はですね、これはジャニー喜多川さんの、まあ、性的嗜好もあり、かなりな数があったと、数百、ね、まあ、被害に遭った人は1000ぐらいいくんじゃないかって言いましたけど、2、300はそういった事例があっただろうということですね。でカウアン・オカモトさんっていう人に関しては、一人の人で200回近く、150から200回近く、まあ、その被害に遭ってるということがありました。で、まあ一番最初にこれを立ち上げた人がですね、この方が被害者の会を立ち上げた勇気ある人がいるんですよね。その人が、ジャニーズの二本樹っていう人が一応一番最初にそのね、被害者の会を立ち上げました。で、まあ、特別チームって言って、まあ、元検事の人なんかも、これ入ったわけですけれども、まあかなりまあね厳しい感じと、はっきりと認定はしてもらいましたっていう人もいるんですが、
じゃあこれこの会は誰がお金を出してやってるのかと、まあ、3人ぐらいの人がいましたけど、これはやっぱり早く、まあ消息収束を図らなきゃいけないということで、これはジャニーズ事務所がお金を出して、まあ、こういった第三者委員会の人の、まあ、ただじゃ動きませんので、じゃあ誰が出すかって、誰も出しませんよね。被害者も出せない。だからまあこれジャニーズが金出したということですよね。まあその中でもかなり、まあ一応は手厳しくということはありますけれども、で最終的にはまあその目、メリーじゃなくて、ジュリー藤川藤川まあその娘ですね、ジャニーメリー北川の娘、にも責任あるんじゃないかということを言って、まあジュリー藤川さんが辞めるということになっておりますが、大体まあシャンシャンということですかね。もう亡くなった人に限ってはですね、まあジャニーさんとか、まあそういったことはあったけれども、もう亡くなってる人だからと、まあ認定はしますけど、もう亡くなってる人ですからね、まあそれ以上追及はできないわけですね。あとは残されたそのジュリー藤川っていうね、このメリーさんの娘ですか、これがまあ辞任を要求するということで、まあ辞任に応じるっていう形じゃないでしょうかね。そのでも辞任に応じてもですね、資本金が1000万円ということで、このジュリーさんは辞めてもですね、まあ株式とか、まあそういうのではまあ何百億かな、何十億か知らないですけど、かなりあるということですね。まあ自分が辞任をして辞めた後でもですね、資本金1000万しか損しないという、これただみたいなもんですね。まあ同族経営ということで、でまあ、この二月五木さんっていう人は、まあまあジャニーズ事務所、これの名前をね、解体して変えるべきではないかと、まあまあジャニーズっていうのは、まあ、ジャニー北川氏がつけた名前で、私たちの、ジャニーのものっていう感じですか。ジャニーズっていうのは私たちのジャニー北川さんのものという形なので、それはまあ名前はちょっと、変えるべきじゃないかっていう、まあ以前にもこう出てた話ですね。ただこの名前を変えてまた別の人が入ってですね、やっても、まあ少しずつ、まあ残る方もいるでしょうから、事務所にね。まあ株式としては、まあ一応は持っていて、経営には携わらないと。全部株を引き抜くわけじゃないですから、まあ。そんな感じでですね、まあ、性加害を認定ということで、まあこれがちょっと見ましたら、これかな、ちょっと待ってくださいね、ウェブ、ね、これ、もうちょっとね、色違いがこのやつがやると、ね、これでちょっと、規定位置にして、まあこれがね、文藝春秋の、春秋の一応電子版ということになりますということで、これまあこんな感じでね、まあこのね、まあ秋山知花さんという方が、まあこの記事に関してはね、文春もまあたくさん書いております。まあジュリー氏が辞めれば済む話なのかということで、まあ一番最初の被害者を立ち上げたですね、被害者の会立ち上げた元五木さんが、まあ、言っておりましたね。まあまあこんな感じで、土地までしかちょっとね、これが、載っておりません。文藝春秋ね、電子版ですから、これは無料で見れるところはですね、ここまでしか見れないですね。
ここまでですね、この有料会になるとこの記事の続きは見れます。これは文藝春秋の方ですね。あと文春のやつは昨日発売になった分、雑誌としてですね、それプラス、この文藝春秋の方が新しくて、昨日その被害者の会とともに再発防止委員会というのが昨日決定が出ましたね。だからその分が足りない分を文春のしたっていう感じです。そして9月7日、これにですね、このジャニー喜多川のこのメリーさんですか、ジュリー藤川さんですか、ジュリーさんね、そのメリーさんの娘ですよ。これが9月7日に記者会見をするというとこです。そこ辺でこう、手打ちみたいな形じゃないの。手打ちっていうか、もうそれ以上結局、被害者はいますけれども、加害者がね、亡くなっていると。で、自分のその、あれも知ってはいました。すいませんでした。止めれることができませんでした。で、考えられることはもうそれぐらい。でしょうか。だから、経営陣からも私も去りますということでしょうね。株式はほとんど持ってるでしょうから、じゃあもうそれを辞めちゃったらもう事務所を閉じるということになりますから、その株主としてのあれは持つでしょうね。まだ会社としては残ってる人もいるでしょうか。果たしてこれからまた、ジャニーズ事務所が名前を変えて、またその、一つの王国とまではいかないですけど、ある程度の力を持っていくのかと。で、今ちょっとばらけていろんなとこにね、ジャニーズ出身の人たちが独立してですね、いろいろ滝川くんですか、ね、滝川のよくわかんないな、そんな人とか、いろいろこう作っておりますんで、今後も、そういった出身の人たちが、若手を集めて、またその小さい事務所を作ってですね、ジャニーズみたいな歌と踊り、それをの事務所を作るということもあると思いますね。その被害者の会になった人たちも、いろんな人から出資を受けて、今度は、ジャニーズがもう力を持ってですね、テレビ局に出すなとか欲したりとか、そういうことができなくなりましたので、逆に言えばチャンスと、テレビ局に持っていくにも何にしても、それでうまいことを、ヒットするタレントを出していけば逆にチャンスはあるということですね。でもどうなんだろう。チャンスあんのかな。ただ今のところではちょっと海外のですね、いろんなところではちょっと受け入れがたいと、これがちょっと落ち着かないとということですね。あとは、最近の新しいニュースでいきますと、これどっちも載ってないですけど、日産ですね、車の、日産、これはスマップのなんとか君が出てますけど、そういうのであるとか、あとはまたこれもね、スマップの、あれが出てますけど、マクドナルドですか、これも出てますよね、これにちょっとね待ったがかかったと、ということです。これは外務の人からもね、この2社についてはちょっと、待ったというか、それでよかったのかという話ですよ。スポンサーとすれば日産どうなのかと、そしてマクドナルドどうなのかと、それを、使っていますよね今ちょっと、有名なやつをですね、さあどうなるかと。でちょっとそれに対していろいろ言われたことに対してですね、そのスポンサーもちょっと感じ始めたということなので、ひょっとしたら今出てる、人たちが降ろされる確率も高い
と思います。まあ、下ろされるというかちょっと間を離れるということですか、それはあるんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとこれもね、9月7日もまたそのありますけど、今ちょっともう咳を切ったようにね、まあなんかテレビがね、ちょっと今度はちょっと出さなきゃいけないと。まあ日テレなんかはその24時間テレビが終わった後にはね、あれニュースゼロは多分、ニュースゼロは多分あれですよね、ニュースゼロは日テレだと思うんですが、終わった途端になんか言い出しちゃったよ、すいませんでしたということで、これでちょっと見てみようか。ニュースゼロは間違いない日テレだと思ったんですけどね、ウドニュース、じゃあ何なんだということですね。番組が終わるまではなんかほら、結局ニュースゼロもほら桜井を使っていったりとか、日テレでしょ。だからそのまあニュースゼロの番組で私たちも、一番最初に、こういう問題が上がった時、BBC で、こういう問題が上がった時にも一切、テレビでは扱いませんでしたと。でそこのところ、申し訳ありませんでしたって言ったけど、結局24時間テレビが終わった後でしょ、終わったと思ったら言って、だからまあそれまでプログラム組んでたからあれなんでしょうけど、まあ宇戸由美子あれも言ってましたけど、テレビ局としてと。じゃあその NHK はどうなのよと、大河ドラマとか使っていって、それとまあ今言われてきたのが CM スポンサー、そういったやつのところを使ってたのかと。 CM スポンサーでそのジャニタレ使って、その人たちの収益を持ってもね、そういった今までずっと使ってたわけですよ、これジャニーズのタレント、だその収益を持ってジャニーズに入っていって、またその時点でも、性被害が行われていたと。まあということはどうなのよと。やっとまあスポンサーがねなんか言い出しましたけど、桜井キャスター、まだ出るわけ、これもちょっと、ちょっとね、なんかね、まあ他のあとテレビ局は言ってませんよ、ちょっと言えよと。 NHK なんかね、もう多大なる、これはちょっとね、社会に影響力を及ぼした紅白歌合戦とか、それはちょっとやっぱりちゃんと謝罪すべきじゃないかと。まあ国税も使ってるとこですからね、国からの税金でも入ってますから。でまあこの二月さんですが、この人も、まあ、被害者の会作りましたけど、まあどうしてもその我慢しないと売れないんだと、そういった性加害に対するね。で、まあいろんな人がもう我慢できないからやめますと、退社すると、まあ退社というかダメ、まあ拒否すると失礼じゃないかというふうに怒られて、これはもうダメだなと思ったら、もうその夢を諦めて退社すると。まあそれでまあね、それ以上のことはなくてよかったとか。でもみんなほとんどの人がね、我慢しないと売れないということで我慢をして、でまあこのこういうようなサムネイルのことですよ。だからまあこれをね、まあ、これはちょっとやっちゃいけないことですが、まあ、その未成年の男の子たち、まあ、女の人でもそうなんですけど、まあ、会社でもそうでしょ。会社でもね、なんかサボテンの上に座れと、いや痛いんですけどって、お前はね何しに俺の会社に入ったんだと。じゃあもうそれにね、サボテンの上に座れなければ、これはもうクビだよと。まあその、肉体的そのあれとは違いますけど、これがいわゆる、セクハラパワハラっていう、これも一般的にもね、まあその性的被害ではないけど、
まあ似たようなもんじゃないですか、サボテンの上に座れとそんな感じでしょ。だから痛いとか言って、でも痛いとか言ってでもそれが金になるんだから我慢なさいよとね、まあ、そういうふうに言われたら、でも頑張った人たちが残ってるわけ、じゃあどうなの、うん、だからまあ今のところ日本のそのまああれはまあ韓国の BTS みたいにですね、輸出的な、エンターテインメント男の子のそれはちょっと難しいんじゃないかと言われておりますね。どうしてもそれが頭に浮かんでくるということですね。うん、まあ NHK も黙認してます。まだ謝罪なんかしてません。まあニュースゼロだけは24時間テレビが終わった時点で、あれしましたけどね、まあ自分で言いましたけど、過去最低の視聴率だったらしいですね。24時間テレビこう 何十年かこうやってますけど過去最低の視聴率、それと過去最低2億円ぐらいしかその集まらなかったんじゃないですか。まあヒロミっていうのが一応、最後でマラソンしましたけど、いや俺ほ、まあ、他の人も言ってましたよ。いやその、まあ、マラソンランナーとして、まあ、ギャランティーをだいぶもらうわけですよ。そのマラソンするギャランティーもらうんだったらその分なんか募金した方がいいんじゃないの、マラソンせずに。それとかその全100キロ走ることじゃなくてですね、まあ交通費もかかるでしょうけどタレントさんがいろんなところに行って、募金してくださいだったらまだわかるけど、まあいろんな人の前でねタレントさんが言うんだったらわかるけど、その100キロ走るっていう意味は何なんだろうかと。んでまあヒロミとか4、5億あるんですか年収、まあそのそんなの金じゃねえよって言うんだったらもうその分は別にテレビに出ずともなんか何なんかその分をなんか募金した方がいいんじゃないの。ヒロミの奥さんも出てなんかあの事故にあったからなんか脊髄かなんかあれして、まあ、それでなんかあれをテレビ局は日テレだったのかな、まあそれで使うという感じですか。まあ急遽ねお笑い芸人のあの自衛隊出身の安子が走るとか言ってましたけども、急遽なんかそんな風に決まってね、うん、それまではジャニーズを走らせるとか言ってたんですけど、まあ なんかおかしな世の中だね。はい、というとこですかね。まあこんな感じで今日は行こうと思います。で文春の方のねあの見れない文をちょっと要約して、それはちょっと見れないのでそれをちょっと皆さんにお伝えしようかなと。まあ我慢しないと売れないということですかね。あとはまあもうね木原事件とかちょっとまあ事件に対してとか他の方も頑張っておりますんで、それもちょっとやろうかなと思ったんですよ。ずっとまだそれも2つ3つあるんですよ。あるんですけどまあちょっとこれもね、やっておかないといけないということですか。うん、それとかまあ今度は安田種夫さんの分のその事件の分はどうなんだと。ただ事件のことも、今日夕方やったようにこの警察官僚とか、警察庁長官から止められる感じですから火消し、そして佐藤誠さんっていうあの元の刑事がですね逮捕しろとどうにかしてでも、だから佐藤誠さんの通話履歴も全部当時のやつから取って、うん、どっかの企業と金の受け渡しがないかと、とにかくマイナス面があったら全部引っ張ってこいと。でそれでやったらまあまあ、地方公務員法違反ですけど、それが出しやすいということですね。逮捕しやすいということですね。別件で引っ張ってもっていう。まあ、そのやつが、今日出てきたやつですけど、まあ、その佐藤誠さんと、もう一人、なんか、まあ、現役なのかな、警察の中に、まあ、話をリークしただろうと言われてるやつがいて、やつっていうかその人がいて、それにちょっと今照準を図ってね逮捕しようと
一気にやろうというとこですが、さてどうなんですかね。露木さんもそんな政権が変わっていけば息は長くないと思いますよ。それと今日のやつでいくと、もう、いろんな人も言ってますけどね、菅さんなんかもね、もうダメだと、岸田政権ダメだと、いろんなところで言ってるということですから、これちょっともう政権としてはダメですね。いろんな人にやっぱりどうなのかということのあれも全く人の考えがわからないと、突っ走っているということですね。だからちょっともう無理だということですね。だからまあどっかで、これは首すげ替えないといけないですけど、それに、関する人たち、警察庁長官なんかは変わるでしょうし、あんな無理なことをやってですね、またその悪巧みが全部文春によって、内部リークされたわけですから、日本国民からするとですね、これもう信頼できないということですね。これ昔のなんかね、憲兵隊じゃないんですから、第二次大戦中のね、憲兵隊じゃないんですから、そんな、もう濡れ衣でも、着させて、なんか罪を作ろうという、なんか恐ろしいなんかね、恐怖政治みたいなことを、恐怖政治とか警察権力も使ってですね、恐怖政治みたいなことやってますんで、これダメだこれやってるとこですかね。そんな感じでしょうか。今日はそのね、これも3つぐらいその溜まっておりますから、ちょっとやることにしました。それとね、やっぱりもう他の人もその実はナックルズ、これで現場に2人いたということは言いましたよね。一つそれを、どこまで本当かわからないですけどヒントにすると、一番最初僕は百田さんと同じぐらいの時に、この木原事件っていうか、その安田種夫さん事件あったわけですけど、その時に皆さんにチャットをもらったりとかいろいろする中で、女性の力ではどうなんだろうかと、首に刺したりするのが、果たして慎重さもあるし、どうなんだろうかと、ましてやその当時としては、正面切って真向かいから刺したっていう、それはちょっとピンポイントが入らないんですよね。よっぽどのいいタイミングじゃないと入らないし、でいう時に、誰か男性じゃないかというふうに、これはまだ佐藤真さんが Z さんとかいう話を出る前ですよ。そういうことってあるんですかねと。でももしそういうことがあるんであれば、これは一番近くにいるっていうか、もうお兄さん、親父よりもなんていうか、フットワークが軽いというか、お兄さんはどうなんだろうということをちょっと思ったあれがあります。ふとですよ、それは言ったと思いますよね。でも途中からやっぱり Z さんっていうね、身内である Z さんだろうというふうに、でごく近い身内っていうふうに最初に出ましたんで、じゃあごく近い身内でやっぱりこう絶対に X 子さんが言えない状態、これはもちろん佐藤真子さんは Z さんっていうふうに言いましたけど、これ兄貴もわからないということですよね。男の力であれば、それ以外はですね、身内じゃないと、何かあった時のためにですね、お金を要求したりとか、弱みを握ってたらお金を要求したり、それか、Y さんはそうなかったんでしょうけど、あとはその X 子さんっていう方が綺麗だったら、働かしたりとか、その体の要求をしてくるとかね、そういうことがあるんですよね。それ以外にって言ったらやっぱりもうごく近しい人ですよ。でそれからちょっと話は飛んでいたんですけど、だから Z さんっていうお父さんじゃないかっていう、実はナックルズではそんな近しい状態、 Z さんとは違う人っていうことになりますと、これはもうね、兄か弟しかいないわけですから、多分その時弟はいなかったと思うんですよね。近しい人
種尾さんともね、だから、そういうとこにちょっとナックルズで出てきましたんで、まあ何にしろベクトルはそっちに向かってるわけですよね。うん、矢印の方向とすれば怪しい方向といえばそっちということですね。それ以外だとずっと脅されると、金が足りないんだけど金の都合してもらえないかとか、秘密を握ってたらそんな風な人間がいる、赤の他人だとですね、そうじゃなければずっと俺の女になれとか、それとかどこどこに働きに行って金を用意してこいとか普通はなるので、まあ、ちょっと身内に近い人じゃないとこれは無理だろうと。まあ、でも皆さんも誰かがやっぱり男性じゃないのかなと最初の頃言ってましたよね。まあ分かりませんけど、まあ矢印っていうベクトルの方向とすればまあそういった方向ですかね。まあまあね、これは大変だということですよ。まだ、木原事件の X 子さんの方だったらまだまだあれですけど、この、露木長官とかなんとかにちょっと歯向かうとちょっと今弱いっていうところですかね。これ俺が今弱いとこ言ってるわけですけど、みんなそこにはちょっと、川上さんぐらいしか言ってないですよね。日本タイムスのあの人ぐらいしか面と向かって言ってないし、まあ YouTube チャンネルは持たないんでね、もう他の人はまあ事件に対するもの、これ事件に対するものだったらまあ、そんなないっていうかあれですけど、これちょっと警察官僚とかそれに、ちょっと歯向かうとちょっと怖いっていうところはちょっとあるんでしょうかね。でもまあ何にしても木原事件のことやってる人もやっぱり頑張ってらっしゃると思いますよ。だってやっぱ他の人もね、30万人いようが50万人いようがパツッと切られたら動画をですね、広告制限とか書かれて0円ですから。いやいや、もうこれはもう100万人いてもねあるんですよ。だからまあ頑張ってらっしゃるんでね、みんなで頑張ればいいかなと。安田種夫さんとか、ただ安田種夫さんの事件のことを今一生懸命言ってもですね、その上がダメだと政権から警察官僚が言ってると進めないんですね。お前らおかしいだろうということも言っとかないと進まないですよね。だって今佐藤誠さんにまで逮捕するということでちょっと付きまっとってるでしょ。この間なんかカラオケハウスでちょっとマスクごく数人のマスコミの前でちょっとやったら、それを、刑事がマスクをして36度ちょっとある中ですよ、外で異様な感じでその周りを取り巻いてたとな感じですから、まあそれが文春に昨日載ってたやつですね。まだそこまでその文春の件がいけないんですけど、やることがいっぱいありすぎてそこもまだいけないとこです。ただこのね、まあこのね、なんとか来たがジャニー来たがね、俺もこれでは広告制限かかってます、制限が。でまだ取れてません。だから自丸にしてるんですけど、まあ何にしてもどっちも厳しいよね。なんか見つけられる、まあこれはもう皆さんの中でね、チャンネル登録、それといいね、あとはやっぱフィードバックでね、これしてもらわないと、やっぱりフィードバックが多ければですね、広告制限あんまつかないそうですね。制限つかずにうまくいけてると、それがある人はやっぱりうまいこと言ってますね。それがないとやっぱりもう切られちゃうんですよね。だから続けることができないというふうになってきます。ちょっと辛いところもありますけど、そういったね、なんか他の人の、百田さんと一緒に出てる人なんかあれも言ってたか、最近なんか、チャンネル登録数とか再生回数とか上がってても収益は落ちてますとか、なんか落ちててなんか、寒い風が吹いてきたとかなんか言ってましたけど、まあまあまあそういうことじゃないですかね。
まあ僕らのやつはね、そんなにもう視聴回数もそんな少ないですけど、でもまあ続けてこう行こうと思ったら、先にそれを俺たちはやられちゃうよね。警察とかなんとかだったら圧力かけられて、キーワードがそういった感じだと、ちょっとねやられちゃうっていうのが、まあそうなるともう何もできないからね。はい、というところでちょっと皆さんの、コメントを読みまして、それで一気に行こうと思います。これは文藝春秋のやつですから、これ有料じゃないと見られない内容ですので、まあそれもちょっとねやっていきましょう。これはまあ被害者の会を立ち上げた人の話ですね。ちょっとスライドショーを立ち上げまして、新規スライドショー、これかな。うん、この人もこのなんとか藤島、この人も顔が相当変わってますよね。なんか痩せる薬をあれしたのかな、なんか全然なんか最近ちょっと違うんですけど、まあそんな感じですね。それでは皆さんのコメント読んでいきましょう。みみちゃんママさんこんばんは、ゆうさんこんばんは、ね、ことぶきさんこんばんは、よろしくお願いいたします。しょうこさんこんばんは、あんこさんお疲れ様です。関川悦子さん、邪魔さん、皆さんこんばんはね。メリちゃんさんこんばんは、ミーフォさんこんばんは、よろしくお願いいたします。レイチェルさんこんばんは、ジャパンさん皆さんね、ネコモさんこんばんは、吉手今夜さんね、こんばんは、毎日ありがとうございます。そうですね、いくら俺がね、警察官僚とか、まあ、警察のトップ、警察庁長官とか、やってもみんながあれだったら必然的に潰されちゃうという形ですか。難しいね。うん、毎日ありがとうございます。関川悦子さんね、桜井の父親は電通に天下りですね。今はもうやめてんのかな、電通に天下ってました。権力を行使できるポジションにいますよね。うん、だからもうねじ込んだんじゃないですか。ミーファさんね、関川さんですね。うん、これも、なんで今までこの何十年もですね、ここに手が入らなかったのかということですね。そしてできるライバルは全部教師としてきたんですよね。今までね、一回なんか4人組ぐらいの男の子をデビューさせたのがあったんですよ。で、なんか、まあね、ちょっと出て何年かしては消えましたけど、テレビで使うなという、そういうのがありましたね、テレビで使うな。で、まあ難しいんですね。まあこの、なんかね、ジャニー喜多川さんっていうのは子供の時から見ててですね、中学生ぐらいとか小中学生ぐらいから二十歳になるぐらいの時に、かっこいい子になるかどうかの見極めが結構他のところよりもすごいんですね。で、4人ぐらいの人がジャニーズじゃないとこ出ましたけど、やっぱりそれなりにですね、中学校の頃から出ても二十歳ぐらいになったらね、ちょっとやっぱりこう、なんていうか、イケメンがちょっと違うイケメンな感じ。まあ、かっこよくはないわけですね。だからまあそんな、だから、美和さんね、関川さん。その、タレント事務所。まあ、この、ジャニーさんでもそうですけど、僕が聞いたタレント事務所はですね、女の子とかも男の子をあれするときにお母さんに一緒に来てもらうそうです。で、女の子のタレントを取るときにはね、まずお母さんがどんな感じかと、まあ40代ぐらいとか37、8とか30後半とか、お母さんが一緒に来るでしょ、そのオーディションに。で、お母さんがもうその40代とか30代後半で、太っていたりとか変わっていたりすると、あ、この女の子はちょっとしたらやっぱこんなお母さんみたいになるなと言ったら落ちるらしいですね。で、お母さんが綺麗だと、あ、この体型を持ってこんな感じでいくのかという形になるので安心して撮るとか言いました。だからお母さんに来てくださいとか言うんですね。このジャニー系もだいたい男の子は母親に似るとか言いますんで、それでちょっとまあなんかね、普通のあれでは
オーディションしたりするんじゃないですか。それとも街中であれしてね、ゆうきちゃんやないよ、ね、ゆうきちゃんやないよとか言って、まあそれから、まあね、まあいろいろ、まあ中に入らせるっていうのも、まあ自分が気に入った人っていうことでしょうね。セッカーさんね、うん、そうそう、ポジションですね。セッカーさんですね、ミーファさんね。ね、桜のお父ちゃん、頭はちょっと涼しかったですよね。そうなるのかなと。ね、多分そうなりますよ。お父さんはちょっと頭涼しいのでね、ちょっと食毛かなんかしたらあれでしょうけど、まあ、あんな感じですよ。うん、ね、ギャラクシー国さん、こんばんは。ライブ配信ありがとうございますね。あそこ辺も撮ったっていうのも、番組で使ったっていうのも、やっぱりその番組とか、そういうのの安泰を願って、息子を使うということでしょ。うん、ライブ配信ありがとうございますね。今さん、はじめましてね。関川さんね。ありがとうございますね。ひろこさん、こんばんは。グッドしました。三岩さん、関川さん、よろしくお願いいたします。吉田小屋さん、ヒロミが走っても誰の救いにもならないし、多額のギャラをもらって走りきった自己満足だけですよね。そう、おじさんだからという。いや、それあれ、大体こう走って何かの救いになるということで最初は走ったんですかね。走ることによっていろんな人の、救いになるんですかね。あれ、なんか走ってる時に募金して回ったんじゃなかったっけ、昔は。どうだったっけねえ。ね、関川悦子さんね、ゲストの方々には数千万単位の出演料が支払われ、もう払われてますよ。それとね、まあ、ホテル代から、まあ、地方に来たりするでしょ、タレントがまあ地方に来て、地方でいろいろやったりするんですよ。その時ホテル代から、飯代、俺がちょうど行った時はね、なんか昼の弁当が3つぐらい置いてましたと。食べるとか言って、いやいや、いやいやと言ってお断りしましたけど、罰が当たると思ってね。うん、弁当2つぐらいかな、ありました。2つぐらい、1人に2つぐらいなんか置いてんですよ。うん、なんか飲み物とね、弁当がありました。ね、そんな、食べたら俺はなんか払いとこすわと思って、そんな、ね、そう、自己満だけですね。関川悦子さん、まあ、今回は初めてね、その低視聴率、かなり今までで最低視聴率、それと、まあ、この CM スポンサーもいろいろ言われた、あとはその募金額も2億円台ということで、ちょっともう変わらざるを得ないということみたいですよ。関川悦子さんね、ゲストの、そう、数千万円単位ですかね。相当金支払われてるんですよ、あれ。それでも儲かるっていう、スポンサーが金出してたからね。うん、ね、聞いてみました。本当ですよ。本当ですよ、あれ。自腹で来るもんですか。ね、本当ね、寄付金の使われ方がおかしくないですかね。昔はそれで車を送ったりしてましたけどね。いやいや、だからタレントさんがね、自分のお金使って自腹でやるってことはありえませんよ。それはもう昔から聞いてました。出るんだってのは、出るよという感じで、そのね、額はそんなに聞けませんでしたけど。ミサンスモリさん、ジャパンさん、皆さんお邪魔しますね。関川悦子さん、ジャパンさんのサムネにあるトゲトゲのサブテンの上にお尻が、あーっとね、痛そうだけどね、思わずね、一人で笑ってしまいました。その痛さをこらえればね、君はスターダムにね、あれするんだよって、なんだ、お尻なんか、オールラインなんかつけとくば大丈夫じゃないかっていうのね、まあそういったことですよ。まあなんか、まああるのかな、芸能界っていろいろね。あれ、これ男だけの世界じゃないですよ。この間問題になってたとこあるじゃないですか。女性の事務所のとこで、女の子のタレントがいて、レズ、あったでしょ、あれ、なんか女の子が入ってきたら、その女の社長が、一緒のベッドの中に入ってきて、いろいろ触られて、それも あったでしょ、あれ、有名なとこで、もう多分皆さんの方が知ってると思うよ、あの事務所のあのタレントさんがと、有名な女性のタレントさん。
なんかみんなそうじゃないの、なんか そういった、レズ思考の人もいるんですよ、ね、で今絶対に出ないこと、今絶対に出ないとこありますよ、今かたくなに守っているとこ、絶対にねそんなことはあのね、私は何、ね、清らかで清く貧しく美しくありますけど、そんなことあると思いますね、宝塚ですよ、あると思います、それはあれだけの女の人が来るわけで男役もするわけですから、それはね、それはあの絶対いるよ、絶対出ないよ、でも俺はまあその裏も取ってないよ、俺はあると思う、俺はあると思うよ、絶対に あると思うねあるあるあると思っちゃう、 だって男役がいるもんね、で男役が来たらなんかキャーとか言われるんでしょ、なんか女子校でもなんか言うもん、なんかあの短い髪の男みたいなあの上級生がいたら後輩の女子中学高校生とか先輩とか言ってキャーとか言ってなんかプレゼントもらったりするんだって、とで見た目はね、なんか俺もあんまり言いにくいんだけど、俺の知り合いのね、子供とかも孫とかね、あらまるでそれだろうと、あのなんかチンチンついてんじゃないのっていう、まあスポーツ選手やってたんだけど、もう髪は短くてもう男ですよ、あの服もでスポーツやってたんだけど、やっぱりその告白されたりするんだって、女の子にね、でやっぱりなんか2人でこう学校でデートしたりとかね、あるんですよ、絶対にないっていうのはおかしいもん、絶対ね、トゲトゲのサボテンね、お尻がそう、それ我慢するかどうかね、我慢した人がスターダムに上がるわけ、うん、一人では、うん、ああ熱っ、ああとね、吉田小屋さんね、ジャニーズとお笑い芸人番組はつまらない、もうジャニーズが最近この間のやつで24時間テレビとか、それでちょっと割と排除っていうか少なくなったもんですから、今度はもうあのお笑い芸人のもうずっと 出てこなかった人辞めたんじゃないのっていうのがまたひょっこり出てきたりとか、あとは全然知らない新人の素人みたいなのが出てきたりとか、もう余計またつまら余計ってことはないけど、どっちみちつまらなくなったよね。うん、だからもう紅白ジャニーズだ、もう次はねお笑い芸人ばっかりよ、なんか次は、うん、ああサボテンを食べる人もいるらしいけど、三沢さんね、あのアメリカもあるでしょ、サボテンステーキ、あの宮崎のねサボテン園かなんかにもねサボテンステーキってありましたよ、トゲを取って、なんか焼くんだって、俺食ったことないよ、なんかサボテンステーキってありました、サボテン園で、アメリカもあると思いますよ、あのトゲをこう切ってね、あのトゲを切って皮のとこをこう削ぐのかな、なんかアロエみたいな感じじゃないの、サボテンステーキ、うん、サボテンね、サボテンもなんかあの刺さると痛いよね、こう後ろ向いてて、あっちっていてというのはね、サボテン園はちょっと気をつけましょう、まあでもそれでね我慢すればなんかスターダム、うん、なんだ、まあまあそれはね、今までも男と女だったらそういうこともあったよ、それは。でもまあ最近ではね、まあ武家社会とか戦国時代でもね、そういったのは男のたしなみとか、戦国武将も、その森蘭丸とかあの稚児さんみたいなのを抱えてたじゃないですか。で男も女もいけるっていう、戦国武将はそのいるのが当たり前みたいな、だからその男色っていうのはなんかそういうのもあったっていうし、どうなんだろう、そういう時代にまああるんだよ、なんかねちょっと聞いちゃいけないんだけど、親戚でいるとか言ったね、親戚でもあのおじさんがあれで、まさか自分はならないと思ってたけど、いや俺もそっちの方に行っちゃってとかなんか言いましたね、まあその楽しくなくなかったのかな、なんか35までは
俺も女性と付き合う、なんか結婚したんじゃなかったのに、うん、結婚しなかったんですよ。で35まではね女の子と付き合ったんだけど、35からはもう男に走りましたとか言って、でも俺知ってんですよ。もうちょっとあんまりちょっと言えないんだけど、その仮面夫婦みたいなね付き合ってる女の人、そっちはもうあの女性同士が好きな、今は女性同士ですね、社長、女社長と、女社長とまた女従業員でね、まあいい仲になってる。だからまあそういうことだよね。だからなんかよく自衛隊の貸し切りで自衛隊の人が来てましたよ、お店ね。うん、まあそんな、なんか笑っちゃうやなんかね。言っていいのかな、言っていいか、あの、一応閉めてね、鍵閉めて店でやってたらしいんですけど、自衛隊の人を呼んで男ばかりで盛り上がってて、だなんか警察が来たんだって、あなんかすごくあの、すごいことしてるらしいっていう通報があって、でトン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 うるさいから誰かなと思ってて、誰ですかとかだ、警察ですって言うから、じゃあ開けてって言って、ちょうどその時にね、すっぱだかでカウンターの上でね、そのマスターが踊ってたらしいんですよ。カウンターの上でね、あの、お盆を2つ置いて、あの、右と左をこうやって玉に見えたりするんですけどね、そういうふうにこう踊っていたと。いうことでしたね。それで後から何回か呼ばれて、一回行った時はなんかふんどしかなんかちゃんとしてたとか言って、で一応警察も来たけど言えないんですよね。あのそのお客さんが出入りできるような状態だったらいいですけど、いや今日は店お休みなんですよと。で自分たちだけでパーティーとか、自分たちだけのパーティーしてましたと。そうお客さんを入れてたら、まあ、あの捕まりますけど。だから男ばっかりでね、なんかまあいろいろ、うん、なんかムキムキマンが来るって言ってましたよ。うんうん、まあ盛り上がるんだろうな。俺は行きたくなかったけど、やっぱそういった好きな人は来るんですよね、遠くから。うん、ね、まあその時は貸し切りよ、ちゃんと。寄付金の使われ方がね。そうね、うん。そうそう、救いにはならないよね。なんか4億5億年商4億とか5億、そんな人が一生懸命走っててなんか助けになるんでしょうかね。またもらうんでしょ。関川悦子さんね、ゲストの方々には数千万と、そういうことですよ。皆さんもサブ10ね、うん、そうね、紅白までもう今度もまたもうジャニーズもあれで、今度はまた韓国から呼ぶんじゃないの？なんかまた、韓国の踊る女子たちとか、あの、20とかよくわかんない韓国のなんかいろいろいますよね。紅白歌合戦？日本の紅白歌合戦じゃないの？って、もう全部外国も全部入っちゃうよね。ね、サボテン食べたこと。ああ、ギャラクシーコークさん、サボテン食べたことがあるけど、美味しいです。やっぱり皮を剥いだりするらしいから、なんかあの、アロエみたいな感じなのかな。わかんないね。ミサマスさんね、ギャラクシーコークさんね。機会があれば試してみます。サクサク感がありますね。多分、料理の仕方はなんか載ってるんじゃないですかね、レシピが。それやると普通、どうなんだろう。うん、そうですね。細く切って炒めたものでしたかと。ああ、なるほどね。775723、こんばんはね。三沢総理さん、サボテンの花から作ったシロップを使ったカクテルは美味しいですね。ああ、なんか、中南米かなんかサボテンの、なんかあれは、なんかすごい、なんか麻薬みたいな、なんか入ってるのはありませんでしたっけ。それとか、あの、なんかね、あれ、とてもあの、臭い薬草みたいなやつがありますよね。なんとかって言ったよね。なんか野球の、なんか水島新司の名前にもなってたけど、うん、あれは臭かったね。うん、もうでも、なんか、あんまりアルコールの中に麻薬成分があるから、割りをしちゃうということで、途中からあれ、なんか成分がなくなったんですよね。アブサン。だからアブさんなんかあれ臭くて飲めないよ。なんか鼻に持っていっただけでそっとしちゃうもんね。
で、阿部さんがやっぱりこうなんか麻薬成分っていうか、なんか体に悪い成分があるからと、中毒になるからって、途中からもう、そういう成分は抜いたんですよ。で、阿部さんなんかはあのフランスの画家のゴッホとか、あそこ辺があの強い薬草みたいな酒を飲んでたでしょ。それでちょっとあの精神的におかしくなったりしてるんですよね、あのフランスの画家なんかはあんなやつを飲んでるからね。三沢さんのサブテンの腹から作ったシロップを使ったカクテル、美味しいですね。あ、本当に、それだったらなんかサボテンみたいなやつだったら、アロエがいいんじゃないの。アロエ、アロエベラね。三沢総理さんね、近所にあるサボテン取ってこようかなって。いや、食えるかどうかわかんないよ。あ、食用サボテンかなって。ああ、多分そうだと思うよ。あるギャラクシー国産食用サボテンだと思いますよ。な、多分臭いため、臭いからダメですよ。吉田公園さんね、売れるためならサボテンの上にも3年。うん、サボテンの、いや、俺はいくら YouTube 3年やってもね、あのチクチクしたやつの上にはね3年も座れないよ。あ、三沢さんね、ブルータスお前向かって有名ですよねって、俗に言う師弟関係。あ、そうなの。あ、ブルータスでそっちの方だったの。お前向かって、あれはなんかあのなんか騙されたんじゃなかったっけ、裏切られたんじゃなかったっけ、あれ、ブルタスお前もかって、お前も裏切り者かっていう、俗に言う師弟関係。うん、いや、どうなんだろうね。まあ別に、あの、今 LGBT のことがあるから、別に、それは別にいいんですよ。悪くはないしね。悪いことじゃないですから、別に。ただ、なんか一時は、なんかいろいろ、なんかエイズがどうとかと言われましたけど、今はそんなことはないかな。うん、にゃんたさんね、どうも、ジャマンさん、皆さんこんばんは。高校卒業の時に部活の後輩に制服が欲しいと言われたことがあります。ついでに手紙ももらいましたか。あ、女の子に、それ自分が着るのかな、その性的なあれじゃなくて。いや、男の人に言われたんだったら、あの、先輩、僕、あの、先輩の制服が、セーラー服が欲しいんですけど、って言われて、その人が、あの、後輩が着てたらあれだよね。まあでもみんな、なんか、持ってたりするんじゃないんですか、制服って。サイズが合えばね、大人になっても着れるけど、そう、サイズが合わなくなるよね、みんなね。裏切られた時ですね、ギャラクシー国さんね、ブルタスお前もかっていうのはね、そっちじゃないですよ。関川悦子さん、近くのスーパーで厚めのサボテンが売ってましたので何度か買ってきました。皮を包丁で剥いて一口大に切ってドレッシングをかけて食べました。あ、サラダで、美味しかったですよ。トゲトゲありませんでした。なるほど。あ、女の子に、うん、じゃあ先輩って言うと、やっぱりこう憧れられてたんだ。あのエースは、エースを狙いとかの、あのお茶夫人とか言ったやつ、先輩って、あのお茶夫人とか言って、あの鹿児島のあの化け物み、あ、化け物は鹿児島か。お茶夫人ってなんで、あの、高校3年生でしょ、なんでお茶夫人って、なんかあの巻き紙にしてこうなんかボールをって言ったらキラキラキラーンとかするんですよ。で、あのコーチがなんかイケメンの男で、 お前らできてるだろうコーチとお蝶夫人でという、なんかあんなおかしいよね、なんか大人っぽくてさ。お蝶夫人とか、そういえばあの化け物姉妹が出てましたね。化け猫じゃない、あの鹿の姉妹が久しぶりになんか出てたよ、この前。あれも金がなくなったんだよ多分ね。あれなんか作り物みたいなおっぱいと、作り物みたいな、なんか、お人形さんみたいな顔で、なんか顔、ベールで隠してましたけど、ちょっと怪しいんでね。あれ、金がなくなると、こう出てきて、なんか、あの、じじ転がし始めんじゃないの？テレビに出て。もう結局、デヴィ夫人だってさ、なんだかんだ金持ってるようなセレブみたいなこと言うけど、その1700万円も、そのなんかね、持ち出しで乗っ取って、ウクライナに行った時の金、あれ個人で行ったかって言ったら、そうじゃなくて人に出してもらって、
370万とかそれなんか出してもらったんですよ、自分のお金じゃなくて。ウクライナに行った時ですよ。それとウクライナに行った時も人をつけたりとかして、あ、600万とか1700万、まあ、1700万は口座として持ってるということですね。意外と金ないんじゃないの、あの人。あのテレビに出てきてセレブのような言い方する人、意外とああいうのは金持ってないよ。金持ってたら出ないもんね。なんか最近なんか富にね、あの叶姉妹があの出てきたんでびっくりした。な、何あのな、おっぱいってなんか作り物じゃない、なんかテカ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 しちゃってさ、胸のとこあ垂れてるはずなんですよ、あれね。で、あの叶姉妹とか言って、あ、兄弟じゃないんだけど、姉妹じゃないんだけど、お姉ちゃんの方はもうちょっと顔にベールをやっちゃって多分崩れてると思うんですね。あの妹役も昔は綺麗だったけど、もうちょっと崩れてもね、顔がね。また多分費用がいるんじゃないの、あの美しくするために。うん、そうそうね。ああ、トゲトゲはドレッシングかけて、あ、女の子にね、サボテンイコール観賞植物ですから、食欲湧かないですね。うん、なんかステーキでね、な、宮崎のやつはなんか鉄板焼きしてたよ。なんかうまいかどうかわかんないけど、そういうのがありました。はい、まあそんな感じでね、ということで今スライドショー行ってるよね。それではちょっと一気に行きましょうね。これはちょっと見れないやつですから、それではですね、この文藝春秋、そのことをちょっと一気に行きます。文藝春秋のやつはですね、木原事件のこともやりたいんですけど、もう手元にあるんですけど、これはあの二本五木氏、五木さんね、この人がまあ被害者の会作った人ですよね。まあ文藝春秋ではこれは8月30日に出たやつですね。これはもう電子版として出たやつですから31日に出たんじゃないかな。どうなんだ、文藝春秋ですね、文春じゃないですよ、これ文藝春秋の方です、電子版ですね。ジャニー喜多川性被害、性加害を認定ということですね。まあ再発防止委員会でもう認められました、元検事総長の人がね。ジュリー氏が辞めれば済む話なのかというふうに、この二本五木氏ね、被害者の会がまあ語っているわけです。まあ特別チームね、その黒川じゃね、まあ検事長、元検事長の人ね、辞任を要求したと。まあ増毒刑の限界を感じた、これはもう辞任ありきですから、これね。それでなんとかちゃんちゃんとやりましょうというとこはもう決まってんじゃないですか。ジャニー喜多川氏による性加害問題について、ジャニーズ事務所が設置した外部専門家による再発防止特別チーム、以下特別チームが8月29日調査結果を公表した。特別チームは元ジャニーズジュニアら23人の被害者などにヒアリングを行い、ジャニー氏が1950年代から2010年代半ばまでの長期間にわたり性加害を繰り返していたと認定した。被害者は少なく見積もっても数百人に上るという複数の証言があったという。これ被害者の 会はですね、約1000人に近いんじゃないかというふうに被害者の会は言っておりました。しかし少なく見積もってもね、だいたい300人くらいはいるんじゃないかと言われています。ただ一人の人がですね、150回か200回ぐらいはカウアン・オカモト君っていう人は、一人でそれだけの被害に遭ってたということでしょ。うん、そして事務所が解体的な出直しをするため社長を交代する必要があると言わざるを得ず、だからまあ解体的な、とにかく出直しをさせるということですね。会社を潰すんではなくて、社長を交代する必要があると言わざるを得ず、まだ事務所には残ってる人がおりますので、これにより事務所におけるガバナンス不全の
最大の原因の一つである同族経営の弊害も防止し得ることとなると。まあ同族経営だと、もう今はその娘、またその次はまた同族になってくるんでしょうかね。現社長である藤島ジュリー景子氏の辞任を求めたということで、もうこれはもう辞任を求めるということですよ。もうこれは話はできてると思います。今後ジャニーズ事務所側が記者会見を開く、9月7日に記者会見は決まりました。二本、これ五木氏って、五木ジュリー ジュエリーさんっていうの、二本五木って書いて、顕微鏡の件でジュエリーさん、男の人よ、40歳はジャニーズジュニアとして活動していた。1996年秋以降、ジャニー氏から少なくとも10回程度の性加害にあったことを文藝春秋電子版で告発、特別チュームの調査にも協力してきた。まあどう、まあその二本五木さんね、その人に一連の動向の受け止めを語ってもらったということですね。ジュリー社長、ね、辞任要求をどう見たか、この被害者の会の、それを二本五木さんはどう見たかという、特別チームによるジュリー社長の辞任要求をどう受け止めましたかと。で、二本さん受け止めは、二本五木さんが補起人であるジャニーズ性加害問題当事者の会メンバーでも若干意見が分かれています。会の公式声明ではジュリー氏の辞任は求めていませんとして、職責を全うしてほしいと発表していますと。まあ会の公式声明、その被害者の会とすれば、まあ職責というか、まあまだ働いてる人もいるのでということなのかな。一方で私個人としては、調査報告書を読んで同族経営の弊害や限界を感じたところが大きかったです。報告書では同族経営の弊害をジャニーズ事務所におけるガバナンス不全の最大の原因の一つであると明示し、まあ原因ということですね、一つであると思う、その、ガバナンスの、その、なんだったっけ、これガバナンスってね。まあ、正しい、悪いということですね。正しいか悪いかということだったと思います。すいません、思い出せないよ。と明示し、ジュリー氏の社長辞任を促してますね、と報告書では。二本さん、世論としても、ジュリー氏が残ることはもう許されない気がします。ただ私自身にもジュリー氏が辞めれば済む話なのかという複雑な思いはあります。このまま雲隠れしてしまって、肝心の性加害の情報が引き継がれずうやむやにならないかとは心配しています。株式は持ってるわけですから、お金には困らないということですね。ただまあ社長は退くっていうこと、退かないとまたその舵取りが変な方にいっといけないからね。まあ前回ね、あのジャニー喜多川のね、あれについて、まあジェリー恵子さんですよ、藤島ジェリー、まあ一応はあの動画でちょっと1分ぐらいのね、言っただけ、それから全然雲隠れ出てきてません。報告書全体の受け止めはいかがですかと。二本さん、私は特別チームの調査に対して半信半疑だったのですが、蓋を開けてみるとかなり踏み込んで提言されていて驚いたというのが正直なところです。特に踏み込んだと表は何ですかと。被害者の救済について触れたと。まあ被害者の救済、まあこれは、どうしても救済ということになると、まあお金とか保証とかいうことになるんでしょうかね。まあそれははっきりとは言ってませんけど。二本さん、一つはジャニーズの性加害をもちろん、メリー喜多川氏をはじめとする放置と隠蔽という事務所の体質に踏み込んでくれた点です。
もう一つは被害者の救済措置制度について触れてくれた点です。再発防止の提言だけで終わるかなとも、内心思っていました。救済措置については金銭的賠償の方法を含めた提言がされ、被害者の真の救済を図るために時効が成立しているものについても救済措置の対象とすべきであるという一文もありました。ということはね、これやっぱりこう認定を受けるためにまだこう23人ぐらいの人が今会にいますけど、かなり増えてくるっていうことがありますよね。何時までにちゃんと行ってくださいと。で、行ってくれた人に対して、まあ、本当に被害があったのか、どういう被害かという、あれをしていて、補償ということになりますでしょうけど、やっぱりこれは億を超してしまうんじゃないでしょうかね。一人頭数百万ということじゃ済まないと思うので、まあ、数百万なのかな、何もないよりも。ただやっぱ多くは越してしまいますよね。まあ株式を売って作るしかないと思うんですけど、まあね、まあ事故が成立しているものについても救済措置の対象とすべきであるという一文もありました。ということは服部良一さんの息子さんも、これはもうこれ顔出しでね、まあ、ちゃんとやってますから、そういう人も全部事故であるということも、それはね、救済措置を設けられるということですね。二本五月さんね、日本儀というのこれ二本五月さんだよね。非常に被害者に寄り添ったものだと感じます。ジャニーズ性加害問題の被害者の多くは被害に遭ってから年数が経っていますし、当事者の会メンバーも全員がすでに時効を迎えていますからと。まあここあたりはですね、ここであんまりこう突っ込んでいくよりも、まあ身となる今もらえるものは先にもらって、被害者の方にもいくらかでもと、まあそれは精神的に苦しんだ分ですね、また出てきたくない人もいるでしょうから、まあそれがまあうまく話を持っていくのにはそれがいいのかなとは思いますね。アメリカみたいにそのもう何億円とか、それを全部資産払っても足りないということになっていくと、またなかなか今度話がまた向こうもつかないしですね。まあ時効を迎えてる人たちのどう救済をするかということは、やっぱりこの二本さんも全員をやっぱりこうちょっと救済したいっていうのがあったから、自分の気持ちを抑えてでもやんなきゃいけないという感じなんじゃないでしょうか。特別チームの調査と同時期には、国連人権理事会の作業部会の調査もありました。ただね、昔ある程度ジャニーズ出身で被害があってある程度有名だった人は、これはもうちょっと言えませんよね。あったという事実を認めたくないと思います。ただやっぱりこうまあ、もてあそばれてとか、あんまりデビューもできなくてとか、そういった人たちはあれだろうけど、有名になった人たちはこれはもう手を挙げませんから。ねえ、まあ非常に被害者に寄り添ったものと考えてますと、被害者の多くはね、もう本当に時効と言われた時にはね、これも払わなくていいということになりますから、時効を争うということになりますと。ただそうではなくて、まあそれも払うということになれば、まあ、これからに向けてジャニーズという会社が、まあ、名前を変えてですね、また復興させるという形だったら、まあその仕事としてないわけではないと、ちゃんとして育成していけば、それはまあ世の中の若い女性の女の子たちがやっぱりいるわけですよ。そういう子たちはやっぱりそういったまあかっこいいお兄さん的なものとか、そういうのがあるからこそやっぱりこう生きがいもありますからね。なんとも言えないところですね。
まあ、国連人権理事会の作業部会の調査もありました、まあ、これはまあ BBC でもあったんだけどね、最初が日本議さんか、日本二本五月さんかね、その影響は報告書にもあったかと感じます。国連作業部会の方々はヒアリングの際も被害者を救うために私たちは来ましたというスタンスだったんです。特別チームはヒアリングでもそれ以外でも救済については全く触れていませんでしたからと、なるほどね。国連作業部会、まあちょっと海外から来た作業部会の人は、まあ被害者を救うために来たという感じで来たんだけど、救済措置については、まあ難しいね、まあ特別チームはヒアリングもそれ以外でも救済については触れていませんでしたと、まあ日本のその特別チームで、ね、でもいきなりやっぱ最終的に、まあちゃんと保証もしますよということだったら、まあ後がいいという形ですよね。最初厳しいと言っても、最初の意見が認められなく、最初ね、これは認めるよって言ってダメになるよりも、最初は頑張ってみるよで最終的にこんなことが通りましたよって言えば、なんとかこう解決の方向にはいきますよね。最初では最初こういうことやりますよってダメでしただったら、なかなかやっぱ終わらないですよね。報告書では国連調査に触れ、ジャニーズ事務所に対し国際的に見て他の企業の模範ともなるべき人権方針を作成した上、それを国内外に公表し、今後はその人権方針を遵守し、二度と少年に対する性加害をはじめとする人権侵害を行わせないと明確に表明するべきものであるとしています。人権方針に掲げるべき項目も列挙する年度異例ですと、ただまあ今回は良かったとしましょう。でもこの後何かあると問題があったとすればですね、今度は経営者側ではなくですね、タレント同士の、まあ、年上の人からのセクハラ、そういうことがないとも限らないんですね。経営者とはまた別ですよ、そうなってくるとまたちょっとやばいということがありますね。またジャニー氏の性加害はジャニーズ事務所において子どもの人権を擁護するという意識が希薄であったことを背景として発生したものと考えられるという一文もありますと。まあこれはもうジャニーさんが性的指向が偏った人であったということですよね。まあ日本議さんかな、まあ二つ元さんかな、私が知る限りジャニーズ事務所に所在していた子どもたちの人権が全くと言っていいほどなかったことは事実です。世界でも子どもの重労働、まあ労働問題が取り沙汰され、問題をなくそうという風潮に変わっていきました。日本社会はそうした意識改革から遅れを取っていたのだと思います。子どもたちは社会全体で守られる存在であるべきです。ジャニーズに限らずそのような社会になっていけば声を上げたものとして嬉しいです。これね、まあジャニーズですから、まあ夜9時以降働いてはいけないとか、そういうのがあるんですね。まあこれはもう、ただこれジャニーズの件ですけど、俺前も YouTube で言いましたけど、これ日本の悪しき例がまだ残ってるんですよ。京都の舞妓班ですね、あの人たちは16歳ぐらいで、まあ、中学卒業してきてですね、10時過ぎまで11時まで働かされて、その後片付けをして寝るのが12時過ぎですね。でなんだかんだしてたらもう1時過ぎとかなっちゃうと、朝は早いと。ここにもちゃんとね、京都の文化であるということは別にして、これは絶対ダメだよっていうことも、京都の舞妓班のこともね、これは子供ですから守らなきゃいけないと思います。あれこそね、昔の悪しきそのままの例をですね、京都文化ということでそれを許しちゃいけないということですね。16歳で入って中学卒業して入ってくるわけですから、
なんでお客さんに、まあ、酒席でお酒のあれを10時までしたりとか、こうしちゃいけないんですからね。まず酒席においてお酒をついだりするなんてことは、これはまあ成人18歳以上じゃないとできません。それを堂々と今やってるんです、まあ、京都文化ということで。これもちょっとね、俺もだいぶ前言ったんですけど、これを守らないと、京都文化も残していけない形に、これと同じだと思います。またあとにはちょっと昔で言うと、ちょっと今はないんでしょうけど、水揚げとかね、まあはっきり言って症状を買うということですよ。そういうのもどうなんだろうと僕は思いますけど、水揚げと称してね、まあそんな感じで、お金を出して、まあ症状を買うと、それで髪の毛もちょっと上げたりとか、いやそんなものとしては形式上だけでやっちゃいけないよということは、これもちょっと向けてほしいですね。あれも人権に対して、児童の人権に対して絶対にいけないことですね。だからまあ京都の人は京都は治外法権みたいに考えてますけど、だからいろいろ問題があったりするんじゃないですかね。報告書は多くのヒアリング対象者が性被害翌日にジャニー氏から現金を渡されたと証言していることについて、各被害者に罪悪感を植え付けて関係性をコントロールし、被害を深刻させにくくする手段であり、いわゆる性的手なずけのプロセスの一つと評価できると記しています。あの5万円あげたとかいうのが、まあこの間の文春でも上がってましたよね。恋が終わった後に5万円あげた、日本木さんっていうのは、日本木さんでいいのかな、これね、二本五木じゃないよね、日本木さんだよね。的確な分析だと感じました。性的手なずけイコールグルーミングという性犯罪における手法が、今後は日本でも一般的に認知されるようになるんじゃないかと思います。これはちょっとね、京都文化にもこれ踏み込んでほしいですね。やっぱ気持ち悪いもんね。それもということです。事務所関係者のヒアリング結果で驚いたのが、ジャニーズと文春の裁判について、ジャニー氏が真犯人のことをかばって本当のことを話さなかったと述べている人がいたことです。報告者はジャニー氏の性加害が明らかになった、現段階においてもジャニーズ事務所の社員の中には、ジャニー氏の、社員の中にはジャニー氏の性加害はなかったと述べる者がいると指摘しています。これはまあ山下達郎のことですね。そんなことは知らない。あ、まあ、その強く言われたら、いやそんなことは知らない、でも彼の残した功績は大きいんだ、だから私本人は別に何とも思わないと。これもちょっとおかしい考えね。日本木さんね、不可解ですね。それだけジャニー氏が物価のことも洗脳していたということかもしれないですね。だから山下達郎も洗脳していたということでしょ。夫婦めがけて一番、まあ生活できないということはないんですから、今まで売れていたのがちょっと売れなくなった、仕事がなくなった、それだけで、何億も儲かってるわけですよ。まあそれでも仕事をもらった、それで頭が上がらなくなったと。これもおかしい話で、食っていくことが飢えるわけじゃないですから、ちゃんとあの人もね、もう住むとこ食うところ名声もあって、それでもまだ欲しいという、社名を変更して欲しいということですね。日本木さんは以前、ジャニーズという名称は英語の所有格で、まあジャニーズという名称、これは英語の所有格、ジャニーのものという意味だとして社名を変更してほしいとも言及されていましたが、日本木さんその思いは変わりません。ですから特別チームには社名変更も提言していただきたかったです。性犯罪者の名前を事務所の看板として挙げ続けるのはどうかと思いますし、私を含めてその名称を聞くことでフラッシュバックする被害者もいますので、だからまあ変わるんでしょうね、まあこれはまあ名前だけは別にね、変わることもありますんで、
変わることに、名前を一つ変わることによって心の痛みがなくなるんであればそれでいいんじゃないですか、と思うけど俺は。別にそんな大切にする名前ですかね。また新たなスタートを切るんだったらその方がいいんじゃないですか。で、日本木さんが文献収集電子版で最初に実名化を出し告発されたのが5月13日でした。3ヶ月半でここまで事態が動くことを予想されていましたが、ただこの人もね、最初日本木さんがやった時も他の人はあのたもと分かった人もいるんですよ。それはそれでいいんだけど、私たちは日本木さんとは一緒にはやらないよと、それはちょっとかわいそうでしたけどね。まあ方向は一緒なんだけど一緒にはできないと。でもここまでやっぱ力を持ってしまったら一緒にやるしかないでしょう。まあその、まあ、保証額とかそういうのもあるわけですから、救済のね。日本木さん、いや正直全く予想はできなかったと。ここまで事態がね、あれすることは予想していなかった。まあ BBC が取り上げたことで、それまではもう日本のテレビ局全く無視でしたからね。そんな感じですね。全く予想できなかったです。驚いています。ジャニーズ事務所は、隠蔽を続けるだろうと思ってました。現時点でも事務所として正式に性加害の事実を認定したわけではありませんが、こういう報告書が外部の特別チームから出ましたし、社会的にも逃げ切るのを許さないという流れになっているのが以前とは全然違いますということですね。まあ事務所として正式に性加害の事実を認定、これが9月7日にどう言うかということですね。まあ自分が辞めるということになるんでしょうけど、まあそれからその、藤島ジュリー恵子、表立っては出なくなりますよね。まあ株式は持ってますんであれですけど、何だった、それとまたこの人と喧嘩したあのなんかね、飯島なんとか氏ってのがいますよね。あの新しいなんかスマップじゃないけどなんかね、あそこ辺もまたちょっといろいろあったし、じゃあその途中で辞めた藤島なんとかっていう女子がいて、あれスマップをね成功させたっていうけど、じゃあその人に対してまあこれからどうやっていくんだろうと思いますけど、じゃあ早めに切ったからいいのかと。まあその人は知らないとは知らないんでしょうけど、もうちょっとなんかだからジャニーズを見るとなんかちょっとフラッシュバックがこっちも起きちゃうという感じですか。変なそういったふうに考えちゃうんですよ。なんかサボテンになんか3年も何年も座ってたんだっていう、だから痛みが走るよなんかね。報告書もジャニーズ事務所に対し組織としてジャニー氏の性加害が事実であることを認め、被害者に真摯に謝罪し、速やかに被害者と対応を開始して、その救済に乗り出すべきと提言しています。ただ、あとは、これはその、藤島ジュリーですか、その恵子氏がどうするかということですよね。お金を作らなきゃいけない。株式売却しててもお金を作って、辞めるだけでいいんでしょうかこれね。まあ乗り出すべきっていうそのあれでは出たんですけど、会ではね。で日本木さんね、プロセスとしてはそれが望ましいですが、ジュリー氏がこのまま退任してしまえば当事者の会としては後任者と対話することになります。ジュリー氏には対話や救済という責任を果たせる方に引き継いでいただきたいというのが今の願いです。ただどうでしょうか、株式は残していって、資本金が1000万ですから、もう全部引いちゃったらもう何もないということですね。ただ経営を引き継いでいって、これをプラスに持っていくためにはまたまたちょっとなかなか大変な努力が必要になってきますよね。で一括で払えるのかというと、なかなかその一括では払えないと、分割かそんな形になるわけ。まあそのためにまた若いその男の子たち、
それがあるしかないんじゃないですか。うん、まあ対話救済という責任を果たせる方に引き継いで、誰が引き継ぐんでしょう。こう経営をまともにしていかなきゃいけないということは、これからまたタレントも少ないから新しいタレントも発掘させなければいけない、そういった形なんで、またこれ大変でしょ。でまたこれちょっといろいろやっていくということになりますと、表立って言えないですけど、今までみたいな、まああの反社って言ったら悪いですけど、まあ、その工業主ですね、プロレス業工業からそういった方たちの工業を売って、工業が成功しないといけないと、例えば大きい大阪ドームであるとか東京ドームであるとか、そういうことであって、まあちゃんとそれで成功させてチケットが売れて、それで利益が出していくっていう形にならないといけないんですけど、じゃあ誰を養成して誰を出していくのか。で今残ってる人たちで、まあ一応頑張るでしょうけど、かなり少ないっていう、まあチーム名も全部かかってきますよね。キンプリとかいうのも全部なくなってしまいますから、まあキンプリを使うということはこのジャニーズに権利がありますんで、そのキンプリっていう名前を使うことはいいんでしょうけど、まあ新生キンプリとかいうことになるわけ。あと何人かいますよね。その子たちをまたプッシュしてテレビで使うなんとかって言った時は、今度はテレビ局使いにくくなるっていうことでしょ。スポンサーも使いにくくなりますよ。元 スマップのねあれとか日産とかあれやってますけど、どうなんだと。どっかでやっぱりちょっと一線を引いた上で、タレントも一緒に謝罪をしてスタートしないと、キムタクなんかどうなるわけ。今はもう批判が起こってんですよ、ではキムタクに対して、どっかでやっぱりこう頭を下げないと、あの人もトップで走ってきた人ですから、ただちょっと引き上げるかもということですね、 CM は。そうなるとちょっと厳しいですよ。ねえ、まあ、次の人に引き継いでいただきたいということですね。まあ、これが文藝春秋の電子版のおじいになるということで、まあ、大体のところといえば、まあ、ちょっと余計付け足していろいろ話しましたが、こんな感じが載っておりました。あとは文春が2つ載っておりますね。というのも、週刊文春の、まあ、紙媒体として出たやつ、それと、この、再発防止委員会が出た後に、週刊文春の電子版として出たやつ、これが新しいですね。それが2つはございます。はい、ということでそんな感じですかね。はい、まあまあね、400人近くの方ありがとうございますね。まあちょっとまんべんなくね、こういった事件のことはやっておかなきゃいけないし、それに隠れてね、やっぱりここでも言いたいんですけど、京都文化と言われる違う封建みたいな言い方で、16歳でも働かして夜までいいって、これはありえないですよ。これはもうちょっとメスを入れないといけないということですね。もう形骸的に残すのは もちろんいいでしょうし、ただあの未成年をその16歳のやつを10時に働かして出席のお酒盛りをさせるというのは、これ絶対アウトなんですよね。だからそういうことが、まあ、あの普通に行われてると、これはおかしいじゃないかと、まあ、前回の時でもちょっと僕あれしましたけど、まあ、そういうのはなんかやめてほしいですね。なんか海外から見るとね、なんかおかしな雰囲気になってきますよ。まあ、その形骸的に残す分はいいとしてね、はい、ということですね。それでは皆さんのコメント読んで終わりましょう。こうかな。ね、なんだかんだ早く終わろうと思う。やっぱ結局はね、1時間ぐらいで終わろうかなと思ってたんですけど、なんだかんだすいませんね。まあまあこれか。本当はね、今日にもう一本あげたいんですけど、ちょっと体力がどうなって。俺の体力意外とないね。ということですか。ちょっとね。なんだ、ちょっと待ってよ。これがこうで、あれ、あ、これがこうか。
でこれでこうですいませんね、あそしてこれで400人ぐらいね、すいません。まああとはね、キャラ事件のこともやんなきゃいけないんですけど、俺結構その、警察権力が言ってるとちょっとやばい、 俺だけかってキョリキョリと周りを YouTube で見渡したら、ああそのちょっと警視庁長官とか、あそこにちょっと警察庁長官、それとか警視庁のこと言ってんの、キョロキョロとこう見たら、俺だけじゃん、やばいねと、ちょっと言うことです。まだあのね、木原事件の、あの、安田さんの事件のことについては、まあ、あれなんですけど、でも、結局それもね、上が変わらないと、佐藤さんを今、痛めつけようとしてるわけですから、それをちょっと、阻止しないとこれから先に進まないのでね、まあそんな感じです。それでは皆さんのコメント言いましょうかね、で終わりましょう。サブテンイコール、ね、あのニャンタさん女の子にです。サボテンって言えばね、あの、森永かなんかのヨーグルトの中に、サボテンのアロエベラ、アロエの中身だけですよ、あれがこう中にあるやつがありますよね。とてもアロエとは思えないけど、おいしいなんか感じですよ。食欲わかんないね。関川悦子さんね、双子の次女が、東京都内でカラオケスナックママをしていますので、サボテンの差し入れをしてあげたことがありました。常連さんへの見た目が珍しいお年寄りね。多分こううまく切ってればいいんじゃないですかね。多分今思ったんですけど、森永のやつでもあるんで、アロエベラのヨーグルトって。で、甘いヨーグルトにつけてたら、なんかサクッと食えるんじゃないでしょうか。どんなだ?わからない。宮崎ではね、あのサボテンステーキって言って、鉄板焼きで焼いてましたね。食ったことないかわかんないよ。もう今なくなっちゃったんで、姫さんこんばんは、グッドね。三沢さんね、今年の夏は猛暑で枯れたサボテンが大量に出たってニュースに、サボテン公園で、あそうなんですか、やっぱサボテンって言うとアメリカじゃね、なんか西部劇にサボテンっていうような感じですよね。ギャラクシー5さん、被害者の数も異常に多いですね。だから多分何月何日までに、被害のある方は手を挙げてくださいというふうに言って、その人たち会って聞き取り調査をして、そんな事態が分かるんだったら、やっぱその補償っていうのも出てくるでしょうから。ただそうなってくると、まあ少なくは一人当たり少なくなるなと思うんですけどね。でも多分被害者の人もその値段じゃないと思うんですよ。いくらか出してくれるのかというその謝罪と、そのいくらかの値段の額ではなくて、それが一つじゃないかなと思いますね。非常に多いですね。まあ被害者の会でいうと1000人に達するんじゃないかとは言ってましたけど、今のところ大体300人ぐらいと今言ってるそうです。まあ、あの名乗り出てきてない人がいるということですね。まあ、ただあの自分も被害に遭ったとは言うんだけど、やっぱ出れない人たちもいるということですね。テカテカに見えるとシワが見えなくなるのかな。なんかあの水間さん、あのあれでしょ、あの叶姉妹でしょ、なんか胸のとこ作り物みたいになんかテカテカになるんですけど、なんかあれ胸にワックスかなんか塗ってるわけ、なんかあのなんか胸がテカテカだよ、なんかゴムみたいなね。ギャラクシー国さん、ジャニーさんはね、プレデター、その話もそう、プレデターって言ったらなんか自動爆発するやつがある、ドーンと言って。ミサマさんね、狩るもの狩られるもの、そういう表面があるんですねっていう、裏面ね。関川悦子さん、ジュリー社長が隕石退任するだけではダメだと思いますね。今でも
性被害を受けた人たちの慰謝料をしっかりと一人一人の賠償金の支払いをしなければならないと思います。それは終わってからの退任を、それもだから考えてるんですね。ちゃんとした保証が壊れるんだったら、続けてほしいというか、まだ残りたいというジャニーズの人たちもまだ働いてる人もいますから、なんとも、あとは別れて他に出た人どうなんだっていうとこですけどね。ジャーナーさんこんばんはね。関川悦子さん、日本の政治家たちにもジャニーズのメンバーたちの性被害があったとか。やっぱりそっち系の人もいるから、とかサボテンどもがいたとかね。サボテンがそりゃ痛いね、そうなると政府の責任も問われますよね。何人いるか分かりませんがね、思考が強い人がいるんでしょうね。そういったね、個人の問題とかも言えますが、そしてここまでの被害に広げてしまったマスコミの責任もありますよね。なんかね、そういうのがあるんですよ。会社同士で、上役同士でね、大きい会社の上役はね、やっぱそっちのやっぱ好きな人いるらしいですよ。らしいですよって言わないとやばいから。ミサンソミさんね、向こうがいかに判断するかでしょうね。賠償金謝罪にすれば認めることになりますからっていう、一旦認めた上で区切ると、何日までのあれをもって、払える額で、そうだったらそこからスタートすると。ギャラクシー5さん、バックに聞こえる虫の音が秋の到来を告げて良い感じです。そう、もう今ね、虫の音が聞こえてますよ。でも外に行ったらちょっと、雨が降ってたりするからムシムシするんじゃないかな。ミーファさん、ギャラクシー5さんね、ギャラクシー5さん、ミーファさんね、こんばんは。お疲れ様ですね、トコさん。ポチッと高評価しました。姫さん、こんばんはね、トコさん、姫さん。あ、それとね、言わなきゃいけないことがね、あとは、ちょっと文春の方で、関西ジャニーズジュニアの人が、僕の股間に手を入れてきたっていう話で、藤島ジュリーだったらえらいことになるよね。じゃなくて、これは、これはジャニー北川さんのことですね。それは見ました。だから、その関西のジャニーズジュニアの人がいきなり股間に手を伸ばされてっていうのは、これは、ジャニー北川さんのことを言ってました。はい、そういうことですね。それはまた、ジュリーさんがまたあれだったらまた偉いことになるけど、そうじゃなかったですね。ちゃんとしたそのお金の収入源として、美和さんね、とこさん、こんばんは、お疲れ様です。とこさん、ポチッと高評価しました。姫さん、とこさんね、とこさん、姫さん、林美濃さん、こんばんは。とこさん、正義の味方、いや、そういうことはないんですけど、ただあれって大丈夫かなとってキョロキョロ見渡したら、あれ、俺しかいないからやばいかもと、みんなその立てついてるやついないよねと思って、これちょっとやばいかもって、他みんな立てつかないんだと思って、その事件のことに関しては、安田種夫さんの事件をね、なんとかしたいっていうのはもちろん分かるんですよ。でも上が止めてるからね。でも 上をまず、駆逐しないと、上をこうやめさせないと先に進まないじゃないですか、トップが変わらないと。でも一番強いところにやっちゃったら、あれ前 YouTube でキョロキョロやった俺だけがやばいなと思って、ちょっと思ってたとこですよ。俺も気が弱いからね。でもみんな頑張ってますよ、他の方もね。この一応ギャラ問題というか、その安田種夫さんのとこではそれなりにみんな頑張ってますよね。とこさん、こんばんは、お疲れ様ですね。ポチッと高評価しました、とこさんね。林美濃さん、こんばんね、正義の、にゃんたさん、正義が勝つと信じたいですね。今ちょっと綱引きのとこだからね、ちょっとでもその引っ張り方を緩めてしまうと、いやーっといっちゃうから、いやいや、もう絶対にこうあれだよと。一つ弱いところはですね、その日本タイムズの人が今、露木さんを一応刑事告発してますから、
ただああいう役人さんは嫌なんですよね、あの告発が出されたと、それがまあちょっと公になったら嫌なんですよね、何とも思ってないでしょうけど嫌なんですよ、じゃないと今後天下りの時にそれがあるとうまいこといけないので、だからもうちょっとこういうことがあったりすると宮内庁長官とかいけませんよ、うん、にゃんたさん正義は勝つを信じたいですね、徳さん、アロエさん、ベンツニュースはそんなんかお腹の通りは良くなるんじゃないですか、アロエはね、あんな言いますよ、姫さん未成年、うん、で水揚げ、そうそう、なんかちょっとおかしいんだよね、なんかそれがね、今どう、俺も詳しくないからよくわかんないんだけど、なんかそういうのがあるらしいんですよ、なんかそれをちゃんとこう 見受けっていうのはなんかよくは知らないけど、なんかそんなのがあるんでしょ、うん、ね、何百万かこう積んでね、その初めての人を選ぶわけ、そうお金で、それあれにならないのと思うけどね。吉田君さんね、ジャニーズ事務所の再出発にこだわってますが、その前に片付けなければならないものが山ほどあるんですよね。だからやっぱり先にはやっぱりこう、補償と謝罪をして、やっぱりその心の問題ですね、今まであった人、それで立ち上がっていけば、だから元の被害者の人も役員に入った方がいいんじゃないかなと思いますけどね、分かる人の被害者の人が、ジャニーズの役員になると、それがまあ正しいやり方なのかなと、うん、三沢さん、アロエジュースね、アロエ最近あれしてないな、うん、アロエヨーグルト好きです、うん、買うときは俺もアロエヨーグルト森永のやつあれ食べますよ、トコさん最近食ってないな、トコさんスタンスの変わらないジャマンさん尊敬します、いやちょっともう俺もなんかねキョリキョリしてやったらやばいなって、ちょっと気が弱いから、あの体調が悪かったりするとねやばいなと、でまあ頑張っていてもあんまり人に認めてくれないしちゃんと登録者増えないし、再生回数はどんな頑張ってもそんな増えないし、大丈夫、ダメなのかなと、でも孤軍奮闘してますね、まあ仕方ねえやということですね、でもそういう正義とかあれじゃないんですけど、ただ目の前にやっぱそういうのを見ちゃうと、あの安田さんのお父さんとかなんか男泣きにこう泣いてたりとか、やっぱりお姉さんたちが弟思いのところを見たりとか、お母さんのあれなんかを知ったりすると、だからこうやらざるを得ないっていうところですね、正義感じゃないんですよね、それを見るとやらざるを得ないっていうところですよね、今の状況であればね、そういうことです、ね、三沢さんね、メモアル・オブ・芸者の中で芸者社会をよく書かれてたようでした、うん、姫さんお誕生日ももうすぐね、子さんだからちょっとね、あのアメリカでいう芸者とあれは舞妓さんはまた違うんですよ、芸者さんと舞妓さんはまた違うんですね、これはまた難しいでしょ、アメリカ外国の人に言うのの芸者さんと舞妓さんはまた別なんですよ、京都の舞妓さんっていうのはね、うん、まあ芸がまたちょっとどっちかというと舞妓さんが上っていう感じなの京都では、姫さんね、お誕生日もうすぐね、高校さんね、JR のさんで、ね、ホーリーブスくらいまでなら知ってますが、ホーリーブスのメンバーもこのおっさんにやられたの言いにくいですけど、どうなんでしょうね、どうなんだろうね、もうよくわからない、うん、やっぱそのホーリーブスどうなんだろう、やっぱ俺の前に俺がいい、まあ、おっさん当時おっさんで、俺の前にあのゴールデンハーフがいたらどうなっちゃうか、さあね、まあなんか昔子供の時思いましたよ、あの大人になったらお菓子屋さんになりたいとか言って、でいつでもお菓子が食べれるからっていう、そういう感覚じゃないの、女の子だったらほら、大人になったらケーキ屋さんになりたいと、いつでもケーキ食べれるから腹いっぱいとか、そういう問題じゃないんだけど、やっぱり子供の時ってそうじゃないですか、だからもういいよ、なんか
男だったらやっぱりこうね、ああ俺だったらゴールデンハーフの事務所でなんかなりたいなと今でも思いますけど、うんね、この やられたのかな、どうなんでしょう、お尻がやっぱりちょっとサボテンに座ったのかな、ね、ギャラクシー子さん、姫さん、はい、1年が早いですね、本当もう9月ですよ。関川さんね、昨日あれヨーグルトを食べ、あれ食べるとね、なんか気持ちがいいような感じね、通じが良くなるような、なんか美味しいもんね。ジェイクマンさんからね、ミーファさん、ジェラノさんね、かラカカなんかね、たまに俺もね、文字化けすることありますよ、ジェラノさんね、ネコルンビアと一緒もそうですね、ネコルンビアレコード会社出身のなんとかさんですっていう。あれは切り傷なんかに言っていますね。昔はもう僕らの子供の時はみんなそうでした。すり傷、切り傷はアロエを切ってきてつけてそれで終わりでした。でジェアナさん、ミーワさん、昔からやってませんでしたね、変態。やっていたんで、まあ、どうなんだろうね、姫さん、ココさん、早いですね。ジェイクママさんね、ミントシコちゃんさん、こんばんは、高評価ポチッと、吉田今夜さんね、こたつ姉さん、水揚げ済みのおっさんたち、ミーファさんね、ジャーナーさんね、一番最初のグループのジャニーズからです、放送されています。あ、本当にジャニーズの前は青井照彦さんとかそこへんがいたもんね、何人かで、グループとしてはジャニーズの青井ジャニーズって言ったのか。あ、ジャニーズってまたそのメンバーが分かんないわ。ジャニーズっていたんだよね、一番最初のグループって。もう名前も分かんないけど、あ、ジャニーズ、キムタックもやられたのは、その時は分かんない分かんない、それは危ないとこですか、トコさんね。僕は何ともお答えしようがない、キムタックもどうなんだろうね。ただなんていうか、スポンサーからするとちょっとまたスポンサーにいろんなとこからちょっと文句が出てるっていうとこはあるみたいです。そう、堂々と使うってどういうことだということですね。ジャニーズを使ってるのはおかしいじゃないかと、日産、あとマクドナルド、今はおかしいんじゃないかっていうとこですね。キムタクもわからないね。セッカーエスコさんね、ジャマンさんは優しくて、ね、なんとかある、ハートがある、わかんないね。安田さんのお父さんの記者会見では、私も涙、なんかやっぱりちょっと、やっぱ悔しい思いをするんですよね。だから今生きてればまた生きてたなりの生活があっただろうにってお姉さんたちも言ってましたけど、ギャラクシー子さん、姫さんもですね、ミントチコちゃんさん、通知が来なくて今確認して気づきました、後でアーカイブで聞きます。またああいう人たちがまたタレントだったらまたどっかで歯止めは聞いたんでしょうけどね、まあ、奥さんもタレントにはなれない感じではないだろうし、美しさでいうと旦那さんもね、旦那さんも、まあ分かんないことだよね。美穂さん、キムタクはね、何パーセントでしょうかね、何パーセントか分かりません、僕は言えませんで、姫さんね、女の子でよかったね、ミーファさんね、また女の子でよかったらまた女の子の事務所がありますんで、またそれはまた別の事務所があるから大変ですよね、ネコロンビアレコードでやっぱ歌出さないとね。ミーファさん、ジャマンさん、 YouTube の報道特集に動画アップされてます。ああ、YouTube の報道特集にね、誰の動画が、報道特集だから誰のかの動画上がってんですか、動画、俺のじゃないでしょ、俺のやつはちょっとあれ出せないよ俺のやつは こんな報道特集にね、俺のサムネが出たらね、それはもうひっくり返るでしょ、そのサボテンの上にね、お尻据えたりとか、この字みたいになっちゃったよとか言ったらね、ちょっとひっくり返っちゃうから、それはないと思う、俺はないよ。ああ、その動画がアップされてるんだ、報道特集、誰のやつが、やっぱり有名な人が出てるんでしょ、やっぱり結構何十万人かいる人がね。まあ他の人も頑張ってますからね、
まあ頑張ってると思いますよ、それなりに。皆さんも称えたいよ。もうやっぱりそれなりにね、リスクがあるんだから。俺よりも何十万人いる人はゼロだから、バンっていうかね、もう報道じゃあと制限がかかったら YouTube からゼロ円だから、一生懸命話してもね。だから俺の日じゃないよ。だからその人たちもリスクがあってやってるわけだから、偉いと思うよ、うん、だからみんな頑張ってると思う、うん、もう種屋さんの件についてはね、うん、ああねえ、YouTube の報道特集に誰のやつが出てるんだろう、それちょっと見てみたいね。俺のやつはちょっとそれ出せないよ。俺のやつちょっと俺のやつ出してほしいけどね、ちょっとこれ我慢しないと売れませんよとね。その NHK の黙認とか、ちょっとサボテンにね、考える人みたいにそこ座ってるとか、ちょっと陣になっちゃったりとかね、これ上げてくれないかなちょっとおかしいんだけどね、うん、あ、動画がアップされてます。え、誰だろう、今度教えて、ミーファンさん、誰の動画出てるんですか、 YouTuber さんの。俺また見に行くわ、その人のやつ、面白かったら。報道特集ね、ギャラクシー子さん、姫さんね、吉田君のやつ、教えて教えて、ミーファンさん、誰だろう、俺見に行こう、うん、ああねえ、吉瀬小屋さん、今日だから YouTube も結構貢献してるんじゃないでしょうか。 YouTuber さんも他の人がやっぱり上げていたらテレビも無視できないということですよね。吉瀬小屋さん、日も、あ、そうそう、あった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 ね、あのね、うん、日もさっちもどうにもブルドッグってありましたね、うん、日もさっちもどうにもブルドッグ日もさっちもどうにも尻が痛かったんでしょうね、うん、まあでもあの北小路さんかね、あの眼科なんかでは亡くなったんですけど、まああの人もなんか途中で本科なんかは出したんですよ、その性格が合ってたみたいな。でも最後の、まあ、亡くなる前の言葉では、ジャニー北川さんはありがとうと感謝していますみたいなことは書いてたよね。まあ亡くなる前だから、まあ恨み節を言っても仕方はないから、まあそういうふうに有名になれてやれたのは、まあジャニーさんのおかげだみたいなことは、書いていましたね、多分ね。うん、ハルバーブさん、こんばんはね。ミーファさん、ジャニーズの、性被害特集です、やっぱり。ということはやっぱりテレビもね、やっぱりこう YouTube も無視できないような状況になってきてるということですよね。俺のやつが出たらね、ちょっと、うん、そんな勇気があったら出してみろよこのお尻にね、サブテンに座ってるとこね、うん、ねえ、あ、ギャラクシー子さんね、ミートチコちゃんさん、ネコロンビア枕営業、そうね、昔の司会では定番だったんですよ、司会者が綾小路きみまろみたいな人がいて、あの各地の地方のキャバレーに行ったらですね、次の歌はネコロンビアレコード出身の誰々さんですって言ったら、いやーねーと、私はネコロンビアじゃないよ、コロンビアレコードですよって言って、ダメよそんなこと言っちゃうとかなんか言ってましたよね。まあそれは鉄板です、昔のネタの、うん、綾小路さんも絶対言ってたと思うよ、あれはネコロンビアレコード出身でね、枕営業ね、姫さんね、サムネイルすごい注目ですね、徳さん、芸能人が昔ネコロンビアレコードに言えます、うん、みんなね、うん、まあいろいろだって昔はね、やっぱり、歌手って言ったらですね、やっぱりいい作詞作曲家の先生にヒット曲をもらわないとこれもうダメだったんですよ。ヒット曲をもらってレコード大賞、新人賞、それとか、まあ、紅白歌合戦に出る、ヒット曲を出さないと意味がなかったんですね。ですからいろいろ昔の人たちは、まあ、大体その作詞作曲家の先生は、まあ、男の先生がいるでしょ。そしたらまあ行ってきてね、先生お願いしますということですよね、うん、作詞家の先生、作曲家の先生、まあ一生懸命なんか普段から努力していて、あの子はもう真面目だなっていう子たちは、じゃああの子に合う歌をね
作ってやろうっていう、そんなエッチな話でもなくて、一生懸命やってるからあの子にはこの曲がいいから書いてやろうと、そういうのを作る人もいるんですよ。でいい曲を作ってたら横取りしちゃって、あ先生その曲いいじゃないの、うん、これはね誰々ちゃんにいいと思って、そんなの私にくださいよって言ってお金出してバクと取ってね、でレコード大賞取ったりとか、あとはそういうのが多かったんですね、力のある人は。なので力のないお金の人ない人は、まあネコロンビアじゃないですけどそんなに行ったという話を昔はありました。そうしたらですね、もう作詞作曲の人は嫌になっちゃって、嫌だよと、もうそんな事務所に行ってきてね、お金をこれぐらい用意してと、何百万かね、それで、まあ曲を買ってもらうというか、そんな感じで、話してきてくださいと。でその作詞作曲家の先生は現金もらって、それで銀座の自分の好きな女の子のところでお金使うわけですよ。だからそんなのいらないと、もうそのね誰でも彼でもねやってるようなそんなあんなのいらないと。で途中からなんか芸能界でも変わっていったって言うんですよね。もうそんなのはお金ね、今日はずっと先生と一緒にいてくださいって言われる、いやいやいいから、いらないいらない、いいから帰んなさいと。で事務所の人にお金持ってきてくださいと言って、お願いしてくださいということですね。それとか昔はよくいましたよ、その、歌手になりたいとか言って一生懸命って、もういい子だったんですよね。そしたらもう君はねもう芸能人になるよりも、そんな芸能界でねいろいろやっていくよりも、僕の奥さんになりなさいと。で1曲か2曲はそのデビューさせてあげて、で自分の嫁さんにすんの、それ結構多いですよ、自分の嫁さんにした人、歌手志望の人をね、でもう歌手はやめなさいと、でその回何曲か出してあげると、で私の奥さんになりなさいと。結構そういう人多いよ、昔の演歌歌手の先生はね、年老いたサブテンじゃない、サブテンじゃトゲだらけで何時間かは踊るのも辛かったでしょうねちょっとトゲだらけ、うん、まあ、なんだろうね、うん、まあいろいろね、今そのお尻の痛みも懐かしい、まあそんなことはないか、そんなこと言ったら怒られるからダメですよ、そんなこと言っちゃダメ、うん、ごめんなさい、ね、うん、枕営業は絶対やりませんね姫さん。でもまあ、うん、でも最近はその変わっていったその枕営業じゃなくて、ちゃんとしたお付き合いですね。そのお付き合いとしてその仲良くなってお仕事もらうっていう、でまたなんか お別れするとか、そういうのも別に普通のそのお付き合いっていうのもあるから、これも何とも今言えないんですよ。フィーリングがあって、友達になって彼氏彼女になって、まあ、仕事をね映画とかなんとかっていうのもありますけど、でまあ自由でねお互いに、だからまあそこへんが難しいとこですね。だからそれを枕営業とは言わないんじゃないでしょうか、まあ、自由恋愛というかね。だから逆に女の人の方が強いんじゃないの、何あんたとか言って怒られてその、うん、あんじゃないの、うん、まあいろいろこう乗り換えるっていうかね。美和さんね、報道特集では服部隆一さんの次男さんなどが取材に応じてました、うん、だからもうまあね年を取ってあれでしたよね、まあ、子供の時からやられてたということですからね、キャンプに行く時なんか、うん、まあそれでしたね。吉田小屋さん、小田恒さんね、徳さん、ネコロンビアしないとヒットさせてもらえないって嫌ですねっていう、うん、まあごく一時期はそういうこともあったっていうことじゃないですか、一時期はね、一時期とすればそれからはもうないですよ。金持ってこいって事務所に言って金持ってこいってお金ね頼んで持ってきてもらってくださいと、別に私はそのあなたをねどうこうしようということは一切考えておりませんので、会社に行って契約金というかそのね曲を専用であなたに歌わせてあげるという、
事務所にお願いしますって、うん、そうね、まあそんな感じで、姫さんね、船村徹さんの奥さん元歌手、そうそう、よく知ってるじゃないですか。船村さんね、あの2回目の結婚なんですよ。で、船村徹さんの奥さんね、俺たちに地元よ地元地元、あのいつも通るとこ、俺が通るとこ、奥さんね、あの2曲くらい出したかな。で、歌詞になりたくてこっちから東京に行ったんですよ。こっちで言うと なんとか食堂、野沢食堂の娘、うん、で、行って、まあ、歌手になりたいって言ったのは、なんかものすごく綺麗で、なんか人が良かったらしいんですよ。で、前の奥さんと別れてて、それでもうその芸能界でね、どうしても歌出したいのと、で歌出してあげるから、もう私の奥さんになりなさいと。で、2曲くらいはちゃんと出しましたね。それから今船村徹さんの奥さんまだ現存してますよ。で、船村さんの息子さんいますね、曲書いております。で、俺らがね、まだ若い時、俺の友達がね、街中で焼き鳥屋してたんですよ。さっき船村徹さん来てたよとか言って、やっぱ奥さんと里帰りするじゃないですか。例えば一緒に帰ってくるので、まあ、暇だから、まあ、街中の、まあ、いっぱい飲み屋に行って、その焼き鳥食べながらお酒飲んで、その雰囲気をあれするのに、おいしいねとか言って、うん、いつもたまに来るよとか言ってました、うん、だから、奥さんは僕らの町の人ですね。食堂の娘さん、もう娘さんって言ってもうおばあちゃんだよ多分ね。で、船村徹さんの息子さんがいて、作曲家は今でもやってるんですよ。で、もうお年になって船村徹さんは曲書かなかったんですけど、息子さんはまあバリバリ曲書いてましたんで、ただあの作曲家として出す時には息子さんが曲を書いてても、船村徹作曲でやっぱ出すとあの売れるんですね。買ってくれるっていうか、それで生きてるうちはそれでやってました。で、船村さんの息子さんも今作曲家ですね。それとまあその印税もずっと入ってきますんで、実家の方はこっちにありますけど、もうほとんど帰ってこないんじゃないかな。一応たまには帰ってきてると思うんですけど、僕らのとこで有名ですよ、うん、そうそう、あそこがね、大体あの農産食堂ってやってね、昔警察庁のそばにあったんだよね、そしてあのまあいろいろほら、差し入れとかあるじゃないですか。あのまあなんか警察でねお世話になった人なんか差し入れで、その時遅くなったりとかね、それとか警察官がやっぱ親子丼とかなんとか夜遅くまで仕事するんですよ。ただその食堂の人がね、お金持ち持ってあの警察にね、持って行ってたんですね。まだ娘さんの頃はね、その奥さんが、もうほんと近くだったから、日向警察署がね、そこに、刑事さんがあのお仕事してたら、あのあそこのその娘が可愛いもんだから、みんな天安も取ってたんですよ。そこでカツ丼とかね、親子丼とか言ってね、結構有名だったらしいです。もうすぐいつも刑事がね、警察官とか、野沢食堂とか言って持ってきてたっていうことですね。それからずっと東京行ったわけですけど、もうそれぐらいね、かなり美人さんだったっていうことですね。はいね、美穂さんね、24時間テレビレコード大賞ね、紅白歌合戦つまらない、終わってしまうなそのもうそうそう、もう半分終わってるしね。レコード大賞なんてもうあれ、昔は12月31日にやってたんですよ。8時ぐらいに終わって、それからなんかタクシー移動で NHK にバーッと走っていてっていうのがあれでしたね。今はもう、12月29日か30日にやるでしょ。また優先対象はもう20日ぐらいにやっちゃうしね、終わってほしいね。ジェアムラーさんね、サブテン攻めが一番多かったのは君いやさ、知りません。俺は裏も取れてないし、それは分かりません。知りません。それは。そのもうそれこそ知りません。そんなことは知りません。裏も取れてないし知りません。
知りませんっていう言葉、お答えが一番いいのかな。知りません。知りだけに知りませんね。そう、そうなんですよ。知りません。そういうことは。ただね、なんか、なんか一時ね、僕らの町にもキムタクが、もうひと夏いたっていう噂ありましたね。なんか、別荘かなんかでですね、サーフィンが好きだったんで来てたっていう、昔ですよ。なんかあれを連れてきてたって言ってね、なんか料理人の人は一緒に来てたっていう、料理人の人が買い物に行ってね、まあそういう話もありました。1、2ヶ月いたとかへ、ねえ、サボテン攻め、知りません、知りません。ああ、美穂さんね、タトルさんだんまり貫くんじゃないですか。でもやっぱりもう一番年のいい時になってやっちゃったよね。もう正直にこう、そこ辺がなんかあの人意固地らしいですね。あ、頭が硬いらしいですね。意固地だし硬い、だから結局そんな失敗を起こしちゃうんじゃないですかね、晩年になって、まあこれからちょっとどうなんで、一生懸命仕事が回ってるように一生懸命やりますが、発注が来ないでしょう。これからは発注がね、一番金がいいのがジャニーズに曲を書くことが一番金になるんですね。姫さん、なるほどですね。ね、トコさんね、キムタク、工藤静香と結婚、ジャニーさんよく許してくれました。だから工藤静香はジャニーさんと仲良かったでしょ、ものすごく。ねえ、まあまあそういうことも、まあアイドルが結婚するときやっぱなかなか厳しいというのがありますからね。そうそう、まあそういうこともありましたね。だから話してたらもうちょっと、この元気がなくなっちゃって、電池、俺の心の電池がなくなっちゃって、後で4時ぐらいにやろうかなと思ったんだけど、これちょっと無理かな。うまくいっても朝、もう昼かな、夕方かな。まあなんとか2本あげたけど、今1本くらいなんですよ。はいはい、そういうことでしたね。あ、そうそう、今日は無反応だよね、俺のね。このシリヒリ言ったけど、シリが今日反応ないですね。そうだ。ああ、そう。なんだ、なんでだろう。ね。そうそう。シリが反応しない、今日はね。ミントチコちゃんさんね。そうそう。ミーファさん、ありがとうございました。はい。というとこで、まあ、やっぱ僕は思うけど、まあ僕なんか小さいあれだけど、いろんな人がやっぱり、YouTube さんのいろんな方がやっぱり有志の人、やっぱりもう、怖がってないっていう人はいるんですよ。やっぱこれはリスクがあっても突っ込んでいく人はいますんで、まあそれは偉いと思うよね。なんだかんだあっても、ただ今までやんややんやと政治のこと言ってて、これに触れないっていう人がいますからね。何なんだろうと。それで小金を稼いで嬉しいとちょっと言っちゃいます。でも他は結構今やっちゃってる人いるじゃないですか。まあそういう人たちもね、一緒に頑張んなきゃと思ってますよ。いろんなタイプからね、いろんな情報でいろんなことやってるといろんな情報が集まるから、よく頑張ってんなと思いますよ。そうそうね、ネコロンビアレコードとかもあれですけど、今ただこれからどう、まあジャニーズが復活していくのかと、まあちょっと離れた人もいますけど、じゃあ離れた人たちがうまくいくのかって言ったら、どうなんでしょうね。そのまあ YouTube で、新しい地図、よくわかんない、その、飯島女子とかいうのが引っ張って出たわけですけど、それもどうなんだろうということですね。まあ最近いろいろあってますよ。なんとか、あ、どうなったの、なんかキャンドル・ジュン、キャンドル・ジュンとなったやつは今度はなんか小学生の娘をデビューさせるんだって。なんだったっけ、なんかね、キャンドル・ジュンとも別れて、なんとかとも別れてよ。で、最近はなんか自分の子供を芸能人にさせるために、な、娘かなんかをね、あ、キャンドル・ジュンの娘でしょ。なんかちょっとよくわかんないよね、あの人たちはね。よくわかんないよね。
ああね、長時間お疲れ様でした、ありがとうございますね。姫さんね、近藤真知の母の骨行方不明で、あ、近藤真彦のお母さんの骨は行方不明なの、なんか泥棒に遭っちゃったわけ。へえ、そう、あ、なんか北海道かなんかって墓荒らされたんだっけ。ああ、姫さんですね、広瀬。あ、そうそう、広瀬なんかもうちょっとまた頭なんかちょっと考えがコロッと違っちゃって、今度は自分の娘を芸能界にデビューさせると、そうやった方向で言ってるらしいよ。よくわかんないね、なんか、うん。ああね、長時間ね、ジョニー北川ジョニー北川のテーマありがとうね。まあそういったことですよ。たまにこのね、ジョニー北川もやってないとまんべんなくね、周り見渡したらあんまりいないんだよ、立てついてる人が。はい、というところで皆さんありがとうございました。感謝感謝でございますね。あ、まあチャンネル登録減ってますね。チャンネル登録なぜか知らないけど減ってますよ。いいね、よろしくお願いいたします。それと、フィードバック。これこそね、ちょっとやってもらわないと、ちょっと今、綱引きのやつで、俺、立てついてますから、やばいんだよ。警察庁長官とか、ちょっと、ズバリ出してますから、ちょっとやばいので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは皆さんありがとうございました。それではまた明日ね、もうこれはちょっと今日は、これでもう話疲れちゃったから、2時間15分も話しちゃったということで、ちょっとすぐはいけないよね、うん、もう明日だよね。というところで皆さんありがとうございます。感謝感謝でございます。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。